勝つ南ナ舐めんなよと。ねヨーロッパツアー、うん、こんにゃらめ。舐めんなよと <laughs>。思いましたけどね。はい。ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。ヨーロッパツアーのアラムコサウジレディース。この2日目の結果をお伝えしたいと思います。以上の7選手が出ておりますね。で、今日もかなり 風が強くて難しかったと思うんですけども、YouTube の方ではね、やっぱり今回もラクダをよく映してましたね。<laughs> ラクダの映像はいらねえだろうと思うんだけどね。まあ、しょうがないかな。サウジアラビアなのでね。サウジの圧力がかかってね、ラクダを映してくれと言われたんでしょう、多分ね。<laughs> はい。 で、えー、今日、アキエちゃんから行ってみましょう。岩井アキエちゃんからね。今日は1番からスタートしたんですけども、タイのアリアジタムカーンと、あと、ジェマドライバーグですね。一昨とし、東東で優勝したジェマドライバーグと一緒に回ってきたんですけども、フェアウェイがキープできない。ちょっとね、これ、フェアウェイ外しすぎだよね。ちょっと風が強くて、なかなか思うようにいかなかったのかなと。 なかなかこうインタビューの映像とかもないし、情報がないのでね、わからないですけども、本人としてはうまく打てたんだけども、あの風の影響で、フェアウェイをちょっと外しちゃったとかいう状態だったらいいんですけどね。まあそんなにショットは悪くないんだけど、ボギーで終えてしまったという感じだったら、あの次のホンダ LPGA は問題ないかなとは思うんですけどね。まあ、 フェアウェイ外してもね、ちゃんとパワーオンするホールもあるし、どうかなという感じのところはありますね。2バーディー、6ボギーの4オーバーという結果でした。で、岩井千里ちゃんの方行ってみましょうね。岩井姉妹の妹の方ですけども、今日は千里ちゃんは10番からですね、インスタート、10番ホールからのスタートの最終組となりました。 で、飛ばし屋のマリアファッシュとね、一緒だったんですけどね、昨日もそうだったけど。まあ、ドライビングディスタンス計測しているんですけども、表示されてないのでね、このホールは、まあ、まあ、係の人が見てなかったと。あのー、こういう、あのー、あんまりスコア出てない選手はいいかということだったんでしょうかね。もう、日本人舐めすぎですね、本当にね。<laughs> はい。まあ、今日は2バーディー、5ボギーの、 3オーバーということでしたね。アキエちゃんよりもこうパーオンできない。フェアウェイキープはしてたけども、あのー、パーオンはできなかったという感じのところはありますけどもね。パッドが0のところ、これチップインですから、2回チップインあったっていうことですよね。まあ2回チップインあって、12番でバーディーはあったけども、16番はチップインでボギーなのでね。 これ、まあ普通だったらダボを打ってたっていうことですよ。ね。まあもしかしたらね、強くガチャンと入ったんだったら、かなり入ってなかったらオーバーして2パットで、トリプルボギーもあったかもしれないっていうことですよね。はい。まあ映像がないのでちょっとわかりませんけどね。はい。ちょっとこれでは、あの予選通過はできない位置かなという感じですね。はい。それから昨日、初日は、 注目組で映像がよく映っていたサッソウユカちゃん。今日は10番ホールからのスタートですけどもね。まあ、あの、プレイの遅いカロルダ・シガンダが見えなかったからね。まあいいかと。<laughs> でもチャーリー・ハマさんは見たかったなというのはありますけどね。まあこのホールはやっぱりちゃんとね、計測するんですよね。ドライビングディスタンスもね。まあ3度のパー、3度セーブ率はあの表示されていなかったですけども。 やっぱり風向きによってね、3番ホールは距離が出て、11番は距離が出ないと。まあそれはいいんだけど、今日は安定してましたよね。フェアウェイキープ率もいつもよりいいし、パワーオンもしてるしね。これだったらっていう感じですよね。やっぱりね。このショットは安定してる限りは、さあそういう感じは問題ないかなという感じのところはあります。5バーディ、2ボギーの3アンダー、60台出して戻してきましたね。 はい。で、西村ゆなちゃんですけどね。昨日ちょっと映ったんだけどね。今日は10番ホールからだったのでね。映りませんでしたけど。先週優勝したシャノン・タンと一緒だったんで、チラッとは映るかなと思ったけど、やっぱり10番ホールの選手たちは映らないよね。はい。今日は2バーディー3ボギーの1オーバーでしたけどもね。まあでも、ゆなちゃんにしてはフェアウェイがキープできなかったと。 いう感じのところはありますけども。まあでも、なかなかそんなにこう、この風の強さでね、大きく、あの、落としてないっていうのはさすがですね。はい。まあこれなら予選通過できそうだな、というところで終えました。そして、勝つ南ちゃんですけど、こんだけかよ、と。こんだけ、と。フェアウェイキープ率も、ドライブディスタンスも、パーオン率も、サンドセーブ率も、パット数も、 何も書いてなかったですね。カ、まあ、つ南ナ舐めんなよと。ね、ヨーロッパツアー、こんにゃらめ。舐めんなよと <laughs>。思いましたけどね。カツミつ南を舐めんなと。言いたかったですけどね。ほ、うんと。まあ今日は一番ホールからね、スタートして。まあ初日トップだったパティタワタのキットと一緒だったので、ね、今日はもうチラッとね、映るかなと思ったけど、け結構、 あの、映る機会はありましたね。8番のバーディーパット外した時ね、映ったんですけども、今日はエッティーバリの蛍光色のウェアでしたね。まあ、向こうのね、ヨーロピアンツアーのアナウンサーの方も、まあ、英語だったからね、いろいろこう、ちょっと翻訳機使ってね、調べたら、15歳で優勝したことをちゃんと言ってましたね。日本ツアーで15歳で優勝した選手ですと。日本ではスーパースターですと言ってましたね。 スーパースターは言い過ぎだなとは思ったけどね。かつみなみちゃんのファンの方にとってはスーパースターかもしれないですけどね。鹿児島の方からすればスーパースターなのかな。はい。鹿児島のスーパースターったら誰かな長渕剛かな <laughs> わかんないけど。はい。まあ9番でね、あのグリーン手前のラフから、 あのー、アプローチが大きなグリーンの奥まで行っちゃったんですよね。これパターが全然寄らなくて、5メーター以上残っちゃったかなという感じだったんですけど、これが入らずにダブルボギー打ったんですけども、12番のロングでね、まあセカンドはグリーン手前のバンカーの近くまで運んで、バンカー越えのアプローチでね、まあ寄せきれなかったんだけどね、これもう5メーターぐらいあったかな、これぶち込んでバーディー打って 取ってましたけどね。はい。まあ15番のパー5でね、ここも取りたいホールだったんですけども、アプローチ難しいかなと思った場面ね。まあ柔らかく打ち出してね、寄せてたんですけども、このパッドがくるんと U ターンしてしまってね、短いパッドだったんですけど、これが入らずにボギー打っちゃったんですけどね。 はい。ちょっと惜しかったですね。でも18番、最後のホールでね、15メーターぐらいあったかなこれ、長いパッドロングパッドこれぶち込んで、ガッツポーズね、いいフィニッシュでした。ね、あの、ヨーロピアンツアーの YouTube チャンネルでもね、あの、まあ、ナイスショット集みたいなのね、動画がアップされてたんですけど、このショットがね、ナイスパッドが入ってましたね。その中にね。 はい。今日は6バーディー取りました。6バーディー、1ボギー、1ダブルボギーで3アンダーと。60代出してきましたよ。かつみなみちゃんも調子出てきたね。予選通過したのでね。まあ、ポイントは関係ないけどね。ヨーロピアンツアーなのでね。はい。まあ、たくさん、賞金が高いね、試合なのでね。たくさん稼いで帰ってきてほしいですね。 まあ、トータルもあんだにしてきたからね。あのー、落としたら予選落ちもあったけど、ここはね、まあ、なんとか踏ん張りましたね。はい。そして、最後、まおちゃんですね。今日、最後、まおちゃんは1番ホールからのスタートで。まあ、今日も、シン・ジ選手と同じ組でしたけどね。インスタで動画上がってましたね。強い風の中、T ショット打つシーンを、あれ誰が撮ったんですかね。最後、まおちゃんのマネージャーかなんかが撮ったんですかね。 関係者が撮ったんでしょう。インスタにアップされてたってことはね。で、最後、まおちゃんが打った後ね、ナイスショットだったんでしょう。シンジエ選手がね、それを見て、カメラ目線でね、親指を立てて、グーみたいな感じで、笑顔でやってましたけどね。はい。まあ、余裕がありましたね、シンジエ選手はね。シンジエ選手は今日悪かったけどね。はい。最後、まおちゃんは、今日は3バーディー、3ボギー、1ダブルボギーがあって、2オーバーと。 まあ、初日の貯金があるのでね。まあ、なんとかいけそうだという感じですよね。初日出だしも悪かったら、これはちょっと予選通過できないぞという危ないところでしたけどもね。なんとか良かったです。まあ、フェアウェイキープ率もね、いいから。まあ、ショットは安定して切るんじゃないですかね。はい、パーオン率がちょっと、あの、あまり良くなかった。本人的にはちょっと良くなかったのかなという感じのところはありますけどもね。 はい。そして最後、エッティですね。エッティはさすが1番ホールからのスタートだと、ね2人のメジャーチャンピオンと同じ組ですからね。はい、ね、注目組でずっと映ってましたね。同じ組はレクシー・トンプソンとジョージア・ホールですけどね。ジョージア・ホールってさ、 グリーン上でボールセットするとき、ガバッとまた広げるんだよね。まあ、スカートの中が丸見えなんでね、カメラの人もね、気を使ってそこは映さないで、上半身を映すように映 <laughs> してましたけどね、はい。海外の選手って結構やるよね。なんていうか、もうちょっとこう見えるか見えないかっていう、こう、恥じらいは必要だよね <laughs>。海外の選手みんなガバッと足広げるんだよね。見せてもいいやつだからね。あれ多分、スカートと一体型になってるやつだから別に見えても、 ねえ、大丈夫なやつだからっていう意識でね、また広げちゃうんだけどね。ま,あ、またを閉じてると、まあ、ボールがセットしにくいからっていうのもあるんだろうけどね。もうちょっと女の子ですからね、恥じらいを持ってほしいなと思いましたけどね。まあ予想はしてましたけど、まあ、今日はさすがに注目組でずっと映ってましたけどね。6番ホールからでしたね。ショートホールから。 ここで、まあチャットにね、まあ日本人がたくさん書き込みしてましたよね。はい。まあ気を使って英語で書いてた人もいたけどね。まあ日本人がまあたくさん書き込みすれば、ね、あ日本人も見てるんだという意識になって、日本語の翻訳も、ね、してくれるかもしれないかなという感じでしょうかね。もうちょっと日本人をひいきめに映してくれるかもしれないですよね。それはないか。 まあいいんですけど、まあ、エッティのね、シャロースイングはもうほんと安定してて素晴らしいスイングですけども。まあ、あのー、レッスンに行っているのでね、時々、まあ教えてくれる先生、まあレッスンのコーチも、まあシャローのスイングですよね。まあ基本的に教えるのは。 やっぱり、あの、極端なシャローではないけどもね。まあ、それ、それの方が、まあ、インから入りやすいということでね。まあ、人それぞれ違う教え方してるんでしょうけど、私の場合は、もうちょっとこう、寝かせてね。クラブを寝かせて。まあ、それはまた後でアップしたいと思います。アマチュアは簡単じゃないけどね。プロはね、簡単に打ってるように見えるけど、アマチュアがそれをやろうとするとね、なかなか難しいのでね。その様子をまたアップしたいと思いますけどね。あの、ゴルフやる方は、あの、わかると思いますけどね、シャロー。 で、まあ、シャローに打つには、シャローにね、オンプレーンで打つには、どうしたらいいかというのも、まあ違う方の動画とかを見ながらね、自分でもやってみたりしたのでね、後でアップします。まあその6番ね、ショートホール、3メーターぐらいにつけるナイスショットを見せて、バーディーと。まあこの時もピンがしなるほど強い風吹いてたんだけどね、ナイスショットでしたここはね。で、7番、まあレクシーがね、 ティーショットミスしてクラブ叩きつけてましたね <laughs>。もう打った瞬間にミスショットもう巻いちゃってね。巻いてるジャクソンってね、現チャンネルでは言ってますけどね。巻いちゃって、まあ思いっきりミスショットでしたけどね。まあ海外選手はよくやりますよね。まあ地面にボンと叩きつける。ね。まああまり良くないんだけど、まあしょうがないかなと。ね。海外の選手はね、まあカートなりやすいタイプの人多いからね <laughs>。はい。 まあ、セカンド、グリーンオーバーしちゃったんですけどね、エッティの方は。アプローチがよらずボギーだったんですけども。エッティもね、ちょっとね、パッドが入らなくてボギー打った時に、ちょっと地面を蹴るような真似をするシーンがありましたね。これだけの風だとかなり、ね、あの、ショットの時にこう風を読むっていうのも難しいし、パッドでも強い風だとこう影響しちゃったりね。 まあ、キャディのマイクさんもね、スコットランド出身の方ですけど、そうとはいえ、かなりこれ、風強いのでね、この風を読むっていうのはね、風の強いところで生まれ育ったマイクさんでもかなり難しかったと思いますよね。まあ、8番でもね、ティーショット、まあ、ちょっとね、エッティー芯食わなかった感じで、だいぶショートしたんですけどね。まあ、グリーンには乗っかったけどね。しっかり寄せてパーでしたけど、なんか不満げな顔してましたよね。 ま、9番のセカンドもちょっとショートしてね、珍しく感情をあらわにするシーンがありましたね。エッティはもうボギー打ってもね、あんまり表情変えないで、あの、ね、一日回る感じの子だけど、なんか今日はちょっと悔しそうな。ま、これだけ感情出すのは珍しいことですよね。で、その後ね、あの、レクシーがね、 バンカーに入って、それが目玉だったんですよ。思いっきり目玉でね。これはレクシーのパワーを持ってしても出せないだろうと。フェアウェイバンカーなのでね。ちょっと厳しいなと思ったんですけど、打った後ね。まあ出すことは出せたんだけど、キャディーがそのまま行っちゃったんですよね。で、エッティのキャディーのマイクさんがバンカー鳴らしに行ったんですよ。これ、ね、どうなのと。前もって言ってあったのかな、マイクさんが。俺がやるからもう先行っていいよと。 言ったのかもしれないですね、まあ、この目玉のバンカーはレクシーでも無理だろうということでマイクさんがもういいよ先行って俺,俺がバンカー鳴らしとくからと言っていたのかもしれないですけどね、はい、もうマイクさんの方も振り返らずにスーッと行っちゃいましたからね、はい、どうなのというまあ日本人と海外の人ではちょっと違いますからねまあしょうがないかなという感じでしょうかね まあ、エッティは1メーター半のパーパットね。これ外しちゃってボギー打っちゃったね。これはもったいなかったけどね。9番はちょっと、んボギーパーで済ませられたかもしれないなっていうね、感じでした。で、後半の10番でもね。まあ、あまりに風が強いんでね。エッティも、さすがのエッティでも仕切り直すこともあったりとかね。やっぱ選手たちにとってはかなり厄介。 快な風だったかもしれないですけどね。まあ12番ではね、パー5、かつみなみちゃんよりもセカンドグリーン近くにまで運んでましたよ。まあそれで寄せて楽にバーディーと。思ったんだけどこれね、アプローチの時微妙にバンカーがかかっちゃっててね、そんなに簡単じゃないアプローチでしたよね。でもここはエッティ笑顔でしたよ。ここはね。表情はまあ柔らかかったですね。さっきまでの あの、エッティの曇った表情とはちょっと違った感じの表情でしたね。気持ちが切り替えられた、なのかな切り替えられたのかなっていう感じでしたね、ここの場面はね。パッドは4メーターぐらい残ってたかな途中までによし入ったと思ったけどね、最後にグッと切れてね。ま、さすがにエッティ、笑顔は、さっきまで笑顔だったけど、笑顔消えたん、ね、で、ここでね。あれっていう感じでね。 で、13番はパーオンできなかったんですけどね。アプローチビタッと寄せてね、パー、寄せて、あの、パー拾ってましたけど。エッティがね、アプローチ寄せたときね、ここでね、首かしげてたんですよ。ビタッと寄せてね、楽々パーだったんですけど、エッティがアプローチ打った瞬間ね、首かしげてたんですよ。これ多分入れに行ったんだろうね。入れに行ったんだよ、多分。 あのビタッとね、あの、ナイスアプローチだったのに首かしげてたのは、まあ結果的に寄っただけでうまく打てなかっただけなのかもしれないですけどね。でもね、多分狙いに行ったんだろうね。入れに行って入らなかったと。ね、あの、これはライン的にも入れられる、まあ比較的優しいラインだから入れに行ったっていう、まあそういうね、 選手は多いじゃないですか。菅沼奈々ちゃんとかもね、よくチップインバーディーやるけど。まあ他のプロもね、グリーン外したけどこれ入れに行くっていうアプローチ見せるとき多いですもんね。多分入れに行った結果入らなかったんで首かしげたと思うんですよね。はい。で、次の14番はね、これバンカーの縁で止まっちゃってね、あ難しいアプローチ。これはうまかったね。左足はラフでね。 右足はバンカーという、ね。中途半端なところでね、止まっちゃったんですけど、これをね、しっかり寄せてね、楽々パーセーブしてました。これはさすがでしたね。簡単に打ってたけどね、難しいと思うよ、これ。うん、で15番では3メーターぐらいでね、あの、バーディーパットぶち込んでね。まあ。 アップになって思ったんですけどね、パターの時、左手ほとんど握ってないような感じで、ふわっと持ってるんだよね、エッティね。あ、こういう握り方もありかと思いましたね。左手が邪魔するんで、そういう風に握ってるのかもしれないですけどね。で、16番ですよ、ここがね。T グラウンドで、エッティをね、すごいアップで映してたんですよね。カメラさん。 これ多分気づいたんだろうね。私を映してるなと。カメラの方向かないんですよ。でもね、多分気づいたんでしょうね。ちょっとにやけたよね。<laughs> で、T ショット良かったんですけどね。ねセカンドがね、ちょっと引っ掛けちゃって、左のバンカー入っちゃったんですよ。撃った瞬間ね、これバンカーショット撃った瞬間、まあこれちょっと強いなと。強いなと思ったんだけど、これが、 直接入っちゃってね。チップインバーディーでしたね。はい。その映像のすぐ後ですよ。あの、18番で、ね、勝みなみちゃんのロングパッド、さっき言ったね、ロングパッドでガッツポーズした。このシーンが連続して映ってきたのでね、この時は気持ちよかったですね。はい。で、17番のパー3はね、左手前にバンカーがあって、その先にピンが切ってあるという、落としどころがちょっと狭いアングルだったんですよね。 バンあのグリーンの左の方に、まあ t ショットから見てね。t グラウンドから見て、バンカーが手前に左の手前にバンカーがあって、その先にピンが切ってあるんで、バンカーのすぐ上にピンが、旗が立ってるみたいな感じの難しいアングル。これをいいところに落としてね、1メーターちょっとにつけたんですよ。これはスーパーショットでしたね。 いやあ、これ、もう、あの、スーパーショット集みたいなの,の、の動画に入ってまして、やっぱりね。カズミナミちゃんのロングパットと、これは入ってました。いやーこれ乗ってきたぞと。3連続バーディー来るなと。思ったけど、これが左カップ、ずっと抜けてっちゃって、パーでしたね。カップ過ぎてから曲がったんですよね。これよくあるんですけどね。カップの後ろが近いからね。1メーターちょっととかだと、 目に入ってきちゃうんですよね。カップの後ろの傾斜が目に入ってきちゃうんで、短いパッドなんだけど、傾斜があるように見えるんですよね。結構ラインが読みづらい時がある場面だったと思うんですけどね。私は結構ね、あの、下手だけどパターはね、あの、うまい人波に入るんで、これライン読みの時ね、あの、 カップの後ろの傾斜を隠すんですよ。手で隠してね、ライン読みするんですよね。これ、ちょっと、あの、やってみてください。あの、難しいラインの時ね。カップの後ろの傾斜が気になっちゃってね。だってカップ過ぎてから関係ないじゃないですか。入れようとする時ね。なので <laughs>、そういうのもあるんでね。はい。で、18番も入らずとパーでしたけどもね、バーディーパッド。今日は、 3ーバーディー、3ボギーのイーブンで回りましたね。まあ、初日の貯金がありますからね。大丈夫でしたけどもね。で、結果なんですけども、パティータバターのキットが今日も2つ伸ばしてね、まあ、トップを守っておりますけども、レオナ・マグアイは今日風強いのも8アンダー出したんだよね。すごかったね、今日はね。チャーリー・ハマさんも5アンダー。いや、これは2人はすごかったですね。 はい。日本人選手は、まあトップはエッティの2アンダーがトップでしたね。で、つみなみちゃんが2番手につけて、まあ今日ね、3アンダーで回って、1アンダーで。で、佐藤ゆかちゃんも3アンダーで回りましたのでね、イーブンまで上がってきました。ゆなちゃんは今日も1オーバーということですからね。最後まおちゃんは2つ落としましたけども、なんとか残りました。カットラインはなんと3オーバーだったんですよ。危なかった。 ね、4オーバーだと予選落ちですね。はい、なので、岩井姉妹2人とも7オーバーで、ね、予選落ちとなってしまいました。シン・ジェ選手も3オーバーでね、ギリギリ通過って感じでしたよ。はい、なのでね、まあ、2日目、こういう結果になりましたけど、なんとかね、残った5人はね、上位目指してね頑張ってほしいなと。まあ、レオナ・マグワイアみたいなこともあるから、わかんないのでね。 まあ全体的にこう大きく伸ばす選手が少ないっていう時に伸ばせばガンとスコア上がってきますのでぜひ頑張ってほしいなと思います。今回は以上です